アパホテルが建設されるのは大分市金池町で、 JR 大分駅が目の前の場所です。ホテルを運営するのは貸し会議室大手の TKP で、今日は大分市出身の川野隆照社長など関係者が出席して起工式が行われました。建設されるホテルは地下1階、地上12階建てで、客室数は254です。ビジネスや観光客の利用を見込むほか、 TKP がスポンサーを務める大分トリニータのサポーター向けのサービスも行っていきたいとしています。都心部で行ってきたこのビジネスをですね、地方、特に大分で何か地方創生に絡めて事業展開をできないかということを常々考えていたわけなんです。ぜひこの大分の駅前の案件を一つですね、起爆剤としましてですね、大分経済を盛り上げる存在として私としては期待したいなというふうに思っております。着工は今月の予定で、開業は来年10月を目指しています。一方、 TKP は別府市の松仁ヶ浜公園の再開発も手掛けています。地元などから懸念の声が上がっていましたが、川野社長は今日 TOS の取材に対し、地元の反応に配慮し、宿泊コテージの数を当初予定よりも減らす考えを明らかにしました。松仁ヶ浜公園に関しましては、まずですね、客室数を23室に減少させまして、松の木を残した公園として再開発をしていきたいと思っております。